唐津城は佐賀県唐津市登場内にあった日本の城である。別名は舞鶴城。唐津市街の北部に位置し、松浦川が唐津湾に注ぐ河口の砂岩、三島山に位置する。唐津湾に突き出た三島山城に本丸が廃され、その西側に二の丸、三の丸が廃された連隔式の平山城である。北面は唐津湾に面するため、海城とも言われ。 鍵城とともに、現在も、直接海にそびえる石垣が見られる。松浦川の右岸には、虹の松原が広がり、三島山を中心に、鶴が翼を広げたように見えることから、舞鶴城とも呼ばれる。鏡山から唐津城を望む江戸時代初期の慶長7年から慶長13年にかけて築城され、江戸時代を通じて唐津藩の藩城となった。廃城後、 本丸は、舞鶴公園となり、二の丸五点後に、早稲田佐賀中学校、高等学校があり、その他の二の丸三の丸後は市街化している。現存する遺構としては石垣、堀があり、模擬天守、復興の矢倉屋矢門が建てられ、石垣、堀が復元されている。ふもとから舞鶴公園上段広場までは、高低差が34メートルあるため、 有料の車高エレベーターが備えられている。三島山と本丸文読4年、豊臣秀吉の家臣、寺沢広隆がこの地に封ぜられた。広隆は、慶長5年の関ヶ原の戦いでは、東軍方につき、肥後国天草軍4万国を加造され12万3000国の戸様大名となった。慶長7年より本格的な築城を行い、慶長13年に完成した。 築城に最初東唐津川と地続きであった三島山を切り離し、松浦川がそこから唐津湾に注ぐよう流路を変更した。また、秀吉の死後、廃城となっていた名古屋城の遺材を使用し、九州各地の諸大名の助力を得て築城した。柳川堀、佐賀堀、日後堀、薩摩堀など不審に協力した大名の領地名が堀の名に残されている。 二の丸に半丁御殿が建築され、三の丸は侍屋敷となっていた。天守は天守台までしか建築されなかった。追記当初は天守が存在していたと言われることもあるが、寛永四年の幕府の記録には天守の存在は記されていないほか、天守の存在を示す資料は確認されていない。天守を描いた絵図や設計図もなく、現在の天守は 慶長期の様式で建築されていたと想定して昭和41年に作られたものである。広高は松浦川の流路変更に見られるように土木事業に長けており、防風林として松原の保護育成を行った。これが日本三大松原として今日に残る虹の松原となっている。広高のこの健康は甘草寮に構えていた。 富岡城が島原の乱の際に一気側に攻められた際、その責任を取らされ、天草領四万国を没収された。剣高は昭法四年に江戸判定で自殺し、また死死がなかったために、寺沢家は断絶となった。以後、不代大,大名小屋が入れ替わった。寺沢氏が海域となると一時転領となったが、慶安二年張間国赤市城主、大久保忠志職が城主となった。 遠方6年大久保氏が下佐国桜城に転出し、代わって同地より小牛松平の利久氏が入城。元六四年小牛松平氏が島国蕎麦城に転出し、同地より土井駅が入城。法暦12年土井氏が下佐国古賀城に転出し、三河国岡崎城より水野氏二が入城。文化14年に後に天保の改革を行った。 水野忠国が出世目的に、東東海国浜松城に転出を希望し、道の区国田名倉城より、小笠原長政が入城、以後明治維新まで、小笠原市の居城となった。AB 豊臣市政権時代から、徳川市政権初期段階において、九州地方に入部した大名は、会場を居城としていることが多いが、唐津城も、 その一例である2017年7月22日、リニューアルオープン10月2日から、展示改修工事のため唐津城天守閣を休館します唐津城、本丸跡で、名古屋城と同じ方の河原出動。ありがとうございます。